未知なる世界、南極大陸に眠る古代の遺跡、そして知られざる日本の起源にまつわる秘密とは。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは南極大陸と聞いて何を思い浮かべますか？氷と雪に覆われた白い大陸、そんなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。今回はそんな神秘の地、南極大陸の地下に眠ると噂される古代遺跡についてです。なぜ氷の下に文明の痕跡があるのか、謎に迫ります。後半では地球最古と言われる古代神話と日本神話の類似性についてもご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。アイスブリッジプロジェクト。地球上で最後の秘境とも評される南極大陸、オーストラリア大陸の約2倍の大きさがありながら、その約 98% は氷で覆われた神秘の世界です。そんな極地を調査すべく、 NASA は研究ミッションアイスブリッジプロジェクトを実施しました。温暖化などの気象現象が極地にどのような影響を与えるか解明することを目的としたこの調査、最新のリモートセンシングシステムアトラスを搭載した飛行機も用いられましたが、その際驚くべき写真の撮影に成功しました。リモートセンシングシステムではセンサーを用い、その対象物に触れることなく計測することができます。アイスブリッジプロジェクトでは氷床や雲などを計測しましたが、その調査の結果、南極大陸の氷床 2.3km 下に人工的な構造物らしき物体が見つかったのです。この発見についてインコルカタ大学の考古学者アショカ・トゥリパーティ博士は、古代人類の集落跡地である可能性を示唆しました。アトラスが捉えたとされるレーダー画像には、自然にできたとは考えづらいほど綺麗な正方形や直線、円形といった構造物が確かに映っていたのです。ピラミッドのように見える構造物もあり、極めて人工的な物体と言えるでしょう。この話を聞いた方の中には、南極に人類が集落を作ることは可能なのか？そんな疑問を感じた人もいるかもしれません。南極大陸の氷床はおよそ3000万年前から作られ始めたと言われています。雪と分厚い氷に覆われている南極大陸は、そのほとんどが手つかずなほど過酷な環境で、生き物は生息しているものの人間の定住者はいません。暮らしているのは観測基地などにいる研究者や科学者たちばかりです。そんな場所に古代人類の遺跡があったと言われても、イメージしづらいのも無理はありません。しかし南極大陸の長い歴史を見てみると、実はその大半は緑に覆われていたというのです。古代の南極大陸は緑地だった？ドイツの地学者ヨハン・クラゲス氏を中心とするアルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所のチームが2017年2月から3月にかけて南極大陸を調査した時のこと。南極アムンゼン海の海底からサンプルを採取し、その堆積物を CT スキャンにかけたところ、驚くべき発見につながりました。南極地域で初めて種子植物の花粉を発見。さらには森林の土壌や胞子、根などが非常に良好な状態で見つかったのです。さらに研究者が詳しく分析したところ、9000万年前の土壌であることも分かりました。このサンプルは採取している時から、その上の堆積物とは明らかに違う色合いだったと調査したクラゲス氏は言います。この発見からクラゲス氏らが調査した海底は、少なくとも9000万年前は陸地だったことが判明しました。古代、特に8000万年前から1億1500万年前にあたる白亜紀と言われる時代には、地球は今より温暖でした。しかし当時の南極大陸付近がどのような気候だったのか、今までの研究では明らかになっていなかったのです。そのことからも、この発見はとても重要な意味を持つことがわかります。研究の共著者であるティナ・ヴァン・デフリアート教授は、9000万年前の南極大陸が森林だったという事実以上に、何ヶ月も暗闇が続く期間であっても南極近くにある沼地の熱帯雨林は育っていたと、南極大陸が予想以上に温暖な気候で動植物たちにとって快適な環境だったことに驚いたそうです。研究者たち曰く、当時の南極大陸の気候は現在のニュージーランド南側にある島と似ていると言います。
また2012年には約5000万年前、南極大陸にはヤシの木が生えていたという研究結果も発表されています。ということは、太古の南極大陸は今よりもずっと住みやすい環境だったということです。まさに動植物にとっては楽園のような気候ですね。しかし、ここで新たな疑問が浮かびます。人類誕生のルーツをたどると、最新の DNA 研究では、現代人とチンパンジーが分岐したのは今からおよそ700万年前と言われています。しかし、南極大陸が氷で覆われ始めたとされるのはおよそ3000万年前。古代の南極大陸の気候が今より穏やかで住みやすく、古代文明が発達しやすかったとしても、年代的に遺跡が氷の下に沈んでいるのは計算が合いません。では、この遺跡は一体誰が作ったものなのでしょうか。ピーリー・レイスの地図。その謎を解き明かすヒントとなるのがピーリー・レイスの地図です。オスマントルコのピーリー・レイス提督により1513年に描かれたとされるこの地図。コロンブスやベスプッチの原図が失われた現在、アメリカ大陸を描いた世界最古の地図と言われています。そんなピーリー・レイスの地図で特に重要だとされるのが、南極大陸が描かれている点です。ジェームズ・クック率いる探検隊が初めて南極圏に到達し、最も南極大陸に近づいたとされるのが1772年から1775年。そして実際に南極大陸が発見されたのは、それよりも後の1819年のことです。レイス提督はなぜ1512年当時未発見だったはずの南極大陸を地図に入れ込めたのでしょうか。不可解なことはこれだけではありません。ピーリー・レイスの地図に描かれた南極大陸は、現在のものより氷や雪で覆われた地域が少なく、東に伸びているようにも見えます。まるで氷に覆われる以前の南極大陸を描いたようなピーリー・レイスの地図。ケンブリッジ大学の歴史家クリストファー・アダム氏は、史上最も不可思議な地図の一枚と、この地図がいかに奇妙なものかを評しました。たった500年前に描かれたはずの地図に、なぜ何千万年も前の南極大陸が存在するのか。この地図に描かれているのは南極大陸ではなく南米大陸との説もあります。しかし、興味深いことに、ピーリー・レイスの地図には、私はアレクサンダー大王時代の古地図を参考にして描いたという記載があるというのです。アレクサンダー大王の時代とは、紀元前336年から紀元前323年頃の約13年間を指します。その時代の地図を参考にして制作したということは、古代地図に描かれた南極大陸は氷に覆われる前の姿、つまり 2,3 千年前の南極大陸はまだ緑豊かな楽園だったということでしょうか。それならば、人類誕生以降の作られた古代遺跡が氷床の下に眠っていた理由もうなずけます。南極大陸の下に眠る古代遺跡。しかし、戦術したアトラスが撮影したとされる古代遺跡には、エジプトの遺跡を画像加工したものとの噂もあり、その信憑性に少々疑問もあります。やはり南極に古代文明などなかったのか。しかし、南極大陸の下に眠っているとされる遺跡はこれだけではなかったのです。2021年5月、 YouTube チャンネルビハインダシーンズに投稿された動画内で、興味深いものが紹介されました。 Google Earth 上で座標点、南緯63度59分 56.79 秒、東経118度43分 44.84 秒を入れると、南極大陸からおよそ 180km 離れた海底を示し、そこに謎の構造物があるというのです。実際に座標を入力してみると、確かに何やら建造物らしきものが映っていました。直線的なその構造物は、途中で直角に曲がり、少し進むとまた直角に曲がり、まっすぐ進んでいきます。なんとも特徴的かつ人工的な形状です。動画によると、画像から算出するに、その大きさは短い部分で約 16km、 長い部分に至っては約 66km にも及ぶ巨大建造物なんだとか。その姿はまるで中国にある万里の長城を連想させます。動画内ではこの謎の構造物について、
数千年前の古代居住区か基地であるとし、現在はそれらが海底に沈んだのではないかと考察していました。また、2012年には南極の氷底湖ボストーク湖に黄金の鍵十字が眠っているというロマンあふれるニュースをロシア国防省が報じ、話題となりました。調査団が調査していたところ、氷床3800メートル下付近で、幅高さともにおよそ100メートルほどと思われる光り輝く黄金の鍵十字を発見したというのです。その姿は誰の目から見ても明らかに自然が作り出したものではなかったといいます。実は南極大陸では氷床だけでなく陸の上でも多くの不可思議なものが発見されています。巨大な階段や地下に続いているように見える洞窟、大きくそびえ立つ超巨大ピラミッドなど、誰かの手が加わったと思わせるものばかりです。手つかずの自然が残っているはずの南極大陸で、ここまで奇妙なものが発見され続けるとは、南極大陸が大きな謎を秘めている、そんな証と言えるでしょう。エノク書に出てくる追放の地。南極大陸はとある書物においても重要なキーワードとなっています。その書物の名はエノク書。エノク書は紀元前1、2世紀頃に成立したとされるエチオピア正教会の旧約聖書の一つです。創世記第5章にはエノクという人物の旅行記も書かれており、天上、地上、地底を舞台に多くの天使たちが登場します。エノク書によると、かつて200人の堕天使たちが地上に降り立ち、人間の女性たちをめとり、異種交配しました。それにより誕生したのが、ネフィリムと呼ばれる巨人たち。ネフィリムは身長が1350メートルもあり、作物や動物を食べ尽くし、ついには人間までも食べ始めたといいます。さらに堕天使たちは人間に悪事を吹き込み、破滅に向かうようお互いを傷つけさせました。この行為が神の逆鱗に触れ、堕天使たちは天国から追放、地上に堕落したというのです。この件についてコメンテーターのスティーブン・ベンナン氏は YouTube チャンネルでとある推察をしていました。堕天使たちが神に追いやられた地、それこそが南極大陸ではないかと。なぜここで唐突に南極大陸が出てくるのか、それはベンナン氏がエノク書を読んでいてとある発見に至ったからだそうです。第18章にエノクは昼と夜とが燃えていた場所を描写していますが、夏場の南極を示唆するようです。また、7つの山脈にしても、南極のセンチネル山脈を意味していると直感しました。夏場の南極は、白夜という一日中太陽が沈まない日が続きます。まさに、昼と夜とが燃えていたという表現がぴったりと当てはまる状態なのです。また南極大陸には、標高4892メートルの最高峰ビンソンマッシフ山をはじめ、数々の標高が高い山々が連なっています。その平均標高は2200メートルと言われるほど。7つの山脈はそれらの山々を指しているというのです。しかしエノク書は義典扱いされることも多いと言います。キリスト教やユダヤ教についての文書ですが、聖典には登場しない天使の名が記載されているからというのが義典とされる理由の一つだそう。とはいえ、義典とは偽物以外に宗教にとって都合が悪い場合もそう扱われることがあるそうです。単に偽物とは言い切れないエノク書、ここに描かれる物語はシュメール神話を指しているのではとも言われています。ではそのシュメール神話とは一体どのようなものなんでしょうか。シュメール神話と日本神話。シュメール神話は世界最古の神話とも言われ、その古さからか謎が多いとされる古代の宗教です。メソポタミア神話全体に大きな影響を与えたとされています。シュメール神話に関する記述は、主に古代メソポタミア地域で発掘された粘土板にくさび型文字でしたためられ、伝えられました。謎多きシュメール神話ですが、実は日本神話とかなり類似点があるのだそう。詳しく見ていきましょう。例えば神話のテーマについてです。どちらもその共通のテーマは、天地創造、神々の戦い、人間と神との関係、など。シュメール神話は現在のイラク南部付近の神話で、日本とは全く異なる文化圏です。それにもかかわらず、
古代文明における類似した宇宙観や人間観を反映する神話が存在するとは、とても興味深く不思議な感覚になります。また日本語で天地の神々と訳されることもあるアヌンナキという天から地球に降り立った神々、彼らもシュメール神話が起源とされ、人類をはじめとするすべての生命を創造し、人類の日常生活に非常に深く関わる存在でした。天体の動きや法律、文明や農業など多種多様な分野について人類に教え、人類の創造や文明の発展に大きな影響を与えたと言われています。一方、日本神話においてもイザナギとイザナミのニシンが日本列島を構成する諸島を創造したという国生み神話が残されています。そしてニシンは力を合わせ世界を作り、その後の自然現象や人類の文化的要素を形成しました。どちらの神話も神々の手により世界は創造され、人類の文化的発展に影響を与えたという点で共通しています。類似しているのは神話の内容だけではありません。キリスト教やイスラム教などの一神教と違い、日本で古くから信仰される神道やシュメール人が信仰した宗教は多神教です。そしてシュメールでも日本でも王を神として崇めていたという背景もあります。さらに日本皇族の紋章である菊の花とシュメール王朝で使用された紋章はどちらも16枚の花弁がある花というところまで酷似しているのです。実は言語の面においても共通点があります。日本語の手、に、お、はに相当する言葉がシュメール語にも存在していたのだとか。日本神話にはシュメール語のような表現も多く、日本人の起源はシュメール人なのではという驚愕な説もあるのです。シュメール神話、エノク書、南極大陸の遺跡、日本から遠く離れた地での話のように感じますが、案外私たちに深く関係している物語なのかもしれませんね。